こんにちは。私はね、今ね、もうこう学校が終わってね、こう八王子駅に来てるんですがね、まあこれね、まあ今回はね、まあこれまたね、まあこうエクストリーム帰宅動画ってことなんですがね、まあこれね、あの鉄道オタクがね、まあこれね、学校が終わった後にね、もうま、すぐね、まあおとなしく家に帰らないっていうのはね、まあこれね、まあ今までのね、まあエクストリームシリーズをね、まあ見てくれればね、まあわ、かると思うんですよ。で、まあこれね、あの今日もね、まあこれ時刻まだね、まあこれね、あれ、まあ、今日は、時刻はね、まだね、これ昼のね、12時ぐらいとね、あれ、まだね、まあ、これ時間がね、まあ、この後ね、まあ、まっすぐ家に帰ったところで、まあ、どうせね、まあ、そう、暇なね、時間なんですよ。じゃあね、まあ、これ今日もね、まあ、これね、まあ、どうせならね、まあ、いろいろ電車に乗って、ね、帰ろうってことなんですかね。まあ、今回ね、まあ、これね、どこに行くかってことなんですかね。まあ、これ今回はね、これね、私ね、まあ、今からね、群馬県にね、まあ、行きたいと思います。で、お前何言ってんだって感じだと思うんですよね。まあ、これはね、まあ、鉄道オタクから撮ったね、まあ、普通のことなんですね。群馬県はね、まあ、これね、八王子からはね、まあ、近所、まあ、言ってもね、まあ、2時間ぐらいかかるんですかね。まあ、逆に言えば、まあ、たったの2時間しかね、かからないんで、ね、まあ、ではね、まあ、今からね、群馬県の方にね、まあ、行きたいと思います。ではね、これ早速今からこう切符を買っていくんですかね。これ私はね、これね、買うのは310円のね、お切符なんですね。で、これね、まあ、群馬県に行くんだったらね、まあ、これね、まあ、何千円とかっていうね、切符を買わなきゃいけないんですかね。お前何に、まあ、こんな安い切符でね、群馬まで、ね、まあ、行こうとしてんだって、ね、思われたかもしれないんですかね。今回私はね、これ、大前乗車っていう方法をね、使うんですね。で、まあ、こう出てきたら当選310円の切符。で、ね、これね、大前乗車についてはね、大前乗車についてのご説明っていうのはね、まあ、今回は割愛させていただこうと思うんですがね、まあ、これもしね、気になる方がいればね、コメントでね、まあ、聞いていただければね、まあ、そこでね、まあ、お答えしようと思います。でも、大前乗車っていうね、まあ、ちょっと特別な方法を使えばね、まあ、その特別でもないんですかね。だって、大前乗車っていう方法を使えばね、もう310円の切符でね、群馬県まで行くことができるんですね。ではね、私はね、まあ、これ今からね、早速改札内の方に入ってね、群馬県の方にね、まあ、向かっていきたいと思います。そしてね、私はね、これ、ホームにね、もう降りてきました。ではね、もう私はね、もう早速電車に乗っていこうと思うんですがね、まず一番最初に乗るのは、これ、JR 八高線ですね。そして車両はね、E231系。まあ、ではね、最初はね、まあ、この八高線の E231系に乗ってね、まずはね、駒川駅までね、向かいたいと思います。そしてね、列車はね、八王子駅を発車。そしてね、まあ、これ早速ね、これね、放課後に群馬県に行くためのね、始まり。そしてね、この列車で、ね、まず向かうね、これね、駒川駅っていうのはね、これ埼玉県日高市にね、まあ、ある駅でね、まあ、この列車ね、まあ、早速ね、まあ、これ東京都からはね、もう脱出しちゃうんですね。そしてね、列車はね、ここでね、中央線とも分かれます。それこの八高線っていうのはね、これ見てくださいよ。これ単線の線路をね、進んでいくんですね。八高線もね、まあ、この先もね、まあ、ずっとね、もう全線単線ということに、ね、なっております。そしてね、まもなく列車が到着するのは、ね、東京都の西の拠点、拝島駅です。お、そしてこれね、なんかね、向こうに止まってるね、向こうで隣ね、隣に止まってるね、八高線209系、なんか試運転幕出してたな、何ですかね。まあ、ちょっとね、わかんないんですかね。これ列車はね、拝島駅にね、到着いたします。そしてね、まもなく列車が到着するのはね、箱根ヶ崎駅です。で、この箱根ヶ崎駅はね、もう箱根ヶ崎止まりのね、八高線の中もいるね。多分この八高線のね、この区間の中ではね、もう結構ね、まあ、大きいというかね、まあ、その主要な駅なんじゃないかなと思います。で、この箱根ヶ崎はね、もう今はね、もう八高線しか来てないんですがね、もう将来的にはね、もう玉物レールがね、もう箱根ヶ崎まで来るっていうね、もう構想がね、あるみたいなんですね。そしてね、列車はね、箱根ヶ崎駅に到着いたします。ちなみにね、この箱根ヶ崎のね、この箱根っていうのはね、もう神奈川県の箱根とはね、全く関係はございません。そして八王子を出てから約40分、列車で埼玉県日高市、駒川駅にね、到着いたします。でもこのね、この川がいる先に、この私が乗ってる列車っていうのはね、川越線に直通してね、これね、川越駅まで行くんですがね、これね、八高線っていうのはね、まだこの先もね、もうずっと群馬県の高崎までね、続いてるんでね、もう私はね、この駅でね、八高線にね、もう乗り換えるんですね。そして、ね、私はね、これね、駒川駅に到着、すぐ埼玉県までこう来ちゃいましたよ。もうここ東京じゃないですからね。しかしね、私はね、もっと進みね、これね、目的地はね、これ群馬県です。まあ、目的地ではないんですけどね。まあね、私はね、まあ、この駅に、ね、乗り換えていきたいと思います。おー、すごい。これ乗り換えのところね、ほんとね、もう誰もいませんよ。こんなね、人がいないんだ。まあ、そして、ね、まあ、これちょうどね、今ね、あれ4番線かな?3番線か。
ちょっとわかんないですかね。にね、これね、八王子方面のね、これね、八甲線の列車がやってきたんですかね。まあ、今回は確かね、まあ、ここからね、このお隣のホーム、まだちょっと列車は来てないんですかね。まあ、これね、八甲線へ、まあ、さらに乗っていくことになります。そしてね、まあ、これね、まあ、これからの私が乗るね、八甲線のね、高崎行きの列車がやってくるみたいなんですかね。まあ、やってくるみたいなんですかね。まあ、その列車がね、またまあ、なかなかにすごいんですね。で、まあ、これ、奥からやってきたんですかね。まあ、さっきの E231系とはまた違う感じ。そして、まあ、やってきたんですかね。この列車、パンタグラフがないんですよ。そう、そしてやってきたね、バーンってね、エンジンの音をうならせてね、やってきました。そう、この列車、機動車、キア110です。そう、このね、駒川から先のね、八甲線の区間っていうのはね、これね、非電化なんですね。そう、電化されてない。そう、これね、まあ、これね、下校途中にね、これ機動車にね、乗ることになります。いやー、これなかなかすごいですよね。そしてね、もうこれね、ドアチャイムはこんな感じ。これ分かりますかね、このキンコーン、キンコーンってね、このドアチャイムね、もう聞くとね、もうなんかすごいね、もう地方に来たなーってね、感じがしますよね。しかしね、これはね、まだこの八王子からね、八甲線乗ってね、もう40分来ただけですからね。もう八甲線はね、もう結構都心からも行きやすいね、ローカル線ってことで、ね、もう有名なんですよね。そしてこれ私今すごいさりげなくね、これ撮ってたんですがね、これなかなかにね、もうすごいんですよ。っていうのもね、これね、この機動車、このキア110っていうのはね、これね、車掌さん、ね、普通乗ってるような部分にね、これ乗ることができるんですね。こう見たら分かりやすいと思うんですがね、まあここにね、乗ることができます。まあここからさ、このね、駒川から先のね、もう八甲線間っていうのはね、ワンマンってことになってるんで、まあこう車掌さんはいなくて、ね、もうここにね、乗ることがね、もうできてしまうんですね。いや、これなかなかにね、もうすごいですよね。そしてこれ今ね、列車ドア閉まったんで、もうまもなくね、これね、駒川駅を発車するんじゃないですか。そして列車ね、駒川駅を発車。そしてこのブーンっていうね、このね、ディーゼルエンジンの音がね、もういいですよね。これね、私ね、前から思ってたんですけどね、もう機動車の音ってこれなんかね、漁船の音に似てますよね。これね、私ね、最近はね、まあ、行ってないんですけどね、魚釣りがね、まあ結構好きでね、結構、こういう漁船とかも乗ったことあるんですけどね、なんかね、すごいね、もう機動車の音ってなんか漁船にね、もう似てるなーってね、思いました。いやー、そしてでもこれ私もね、機動車なんてこう、久々に乗りましたけどね。いや、これなかなかいいですよね。もう機動車に乗るだけでね、これね、もう旅気分がね、もう一気にね、もう上がりますからね。そしてもうこれね、もうこのね、まあこの辺からね、もう上にね、もうね、これ架空電車線、架線なんて言われたりもしますかね。もう架線はありません。もう上を見るとね、これね、曇り空が、ね、広がっております。いやー、そしてもこの方面展望ね、もうすごいですよね。だってこれね、もうこの景色ですからね。いや、ほんとね、もうなかなかにね、もうすぐギリギリまで行けて、ね、すごいなーって感じがします。まあこれね、まあこれ、小田急ロマンスカーのね、VSE とか GSE とかね、あとはね、名鉄のね、こうパノラマースーパーとかね、こういう、なんかね、もう展望ができますよ、みたいな列車ね、もういますけどね、ああいう列車って言ってもね、前にね、この台みたいなのがあってね、すごいギリギリの景色ね、まあ、見れるわけじゃないじゃないですか。でもね、このキア110っていうのはね、これね、すぐね、もうこの壁っていうかね、もうガラス一枚挟んで、こう外ってところまで、もう行けるんでね、これね、ほんとなかなかにね、すごい景色ですよね。だってね、これね、こう下を見てもね、もうこんな景色ですかね。こんな景色ね、小田急ロマンスカーとかじゃ見れませんからね。いや、これほんとね、なかなかにね、すごいですよね。またね、小田急ロマンスカーのこれ展望席のところないんですかね。でもあれはあれでね、また面白いんでしょうけどね、これ、ほんとこれすごいですよね。そして私これ今ね、ボックシートでね、これ昼飯食べてたんですけどね、これ戻ってきたらこれ結構ね、こう雨ね、取れてましたね。もう今日これね、あいにくの天気でね、でこれね、さっきまではね、ここがね、こう先頭車だったわけですからね、すごい雨粒がついてて、方面展望しにくかったんですかね。まあ、これね、お弁当を食べてる間にね、まあそれに進んできたんで、ね、もう雨粒結構落ちてましたね。そして結構、これ列車ね、かなりの速度で、ね、ぶっ飛ばしています。これちょっと速度計ちょっと見にくいんですがね、時速大体100キロぐらいでね、走ってる感じですね。いや、これかなりね、まあ、ぶっ飛ばしてるんじゃないですか。いや、これ、八甲線ってね、ほんと飛ばしてましたっけ？私ね、前に一回だけ八甲線のこの機動車乗ったことあるんですけどね、ほんと飛ばせたかなって、ね、そんな感じがしました。いやー、それでもね、結構早いですよね。
そして列車がね、これ今到着した駅はね、小川町駅。まあ、これね、この小川町でね、東武東上線とね、乗り換えることができてね、向こうにね、東武東上線の駅があるんですね。そしてま、これ向こうはね、すごいね、ホームも長くてね、これね、各電車線、架線もね、ちゃんと張られております。そして、ね、この駅でね、これね、列車同士のね、こう行き違いをね、するみたいですね。ちなみにね、こう小川町っていうのとね、東京都民だとね、これね、東京新宿線の小川町に、ね、思い浮かべる方ね、まあ、多いんじゃないかなと思うんですがね、まあ、これね、もう埼玉県の小川町なんですね。なんかね、これね、あ、よし、小川町に着いた、東京新宿線に乗り換えようっていうネタがね、あったような、なかったような。そして、ね、これね、小川町を出るとね、これね、しばらくね、こう東武東上線とね、こう並走するんですね。でもこれね、見てくださいよ。東武東上線の方はね、これね、まあ、単線ではあるもののね、ちゃんとね、架線が張られててね、電車がね、通れるようになっています。それに対して、ね、JR の方はね、まあ、お空がね、まあ、ほんと広いですよね。でもこれね、ほんとに、これね、まあ、こう少しぐらいね、電気を分けてくれて、くれーって感じですけどね、まあ、この列車ね、頑張ってね、ディーゼルエンジンで、ね、走っていきますからね。まあ、これね、大人の線路だったらね、上にね、腐るほど電気はあるので、ね、こっちはね、ちゃんと車両に搭載したあれ、まあ、ディーゼルだけでね、頑張って走っていきますからね。いや、ほんとね、これね、あれ、電気を分けてくれーって、そんな感じですよね。いやー、それでもほんとね、この間ね、これ単線と単線ね、こう、伏線にね、あ、見えますよね。まあ、ただね、まあ、これ東部の方はね、こう、架線があるんでね、明らかにね、この格の違いっていうのがね、あるわけなんですが。そしてね、これね、これすごいですよね。これでも見てくださいよ。これね、もう車両にね、こう葉っぱがね、こうくっついてるんですね。もうこれね、もうどんなとこ走ってんだって感じなんですかね。まあ、八甲線っていうのはね、こうすぐね、まあ、線路の際がね、もう山みたいなところがね、あったりするんで、多分そういう時にね、こうついたんでしょうね。でもこれね、ほんとね、列車の外に、ね、こうついてね、運んでもらうってね、もう史上最強のこう着せる方法だとね、思いますよね。まあ、この私がやってるね、大回りもね、まあ、これね、合法ではあるんですよね。まあ、これほぼほぼ着せるみたいなね、感じ、みたいな感じなんですよね。まあ、言っておきますかね。もうね、大前乗車はね、これ合法ですからね。まあ、着せるではね、ございません。いやー、それにしてもこれね、すごい景色ですよね。こう向こうにはね、もう山がこう並んでてね、しかも山の上の方で、もう木々がかかってるんでね、すごいね、いい景色な感じがします。こう言ってもね、私はね、もう、下校中ですからね、これ学校が終わってね、ここ家に帰ってる途中のね、こう景色ですからね、しかもね、私ね、どっかの田舎の高校とかじゃなくて、八王子に通ってるね、高校ですか、高校生ですからね、ほんとね、今日ね、多分東京都に住んでるね、高校生の中で、一番ね、頭おかしいね、帰宅をしてんじゃないですか。そして列車がね、今到着した駅はね、こう、寄居駅。まあ、この寄居駅ではね、こう、東武線とね、あと秩父鉄道線にね、乗り換えることができます。私もね、この辺のね、こう、位置関係ちょっとよくわかんないんですがね、これね、寄居って多分これ秩父の手前とかでしょ？いや、ほんとね、こう、すごいとこ来ましたよね。もう秩父とかね、こう観光地ですからね、もうね、八王子に通ってるね、高校生がね、もう帰りに観光地の近くを通るって、なかなかにね、やばいと思います。でもね、これまだ行っても埼玉県ですからね、私はね、この後ね、群馬県へとね、向かっていきます。そしてこれ私今ね、こう座席に座ってたんですけどね、これね、これね、この八甲線の機械110のこの車内ってね、これ結構ね、こうね、もう中のね、車内のこう広告っていうのは少なめなんですかね、これまず一番目に、唯一ではないんですかね、これね、一番最初にこう目につくのがね、このね、旧型客車のね、このね、まあ、広告っていうかね、張り紙ってね、なかなかにね、もうすごいですよね。これ、まあ、いろいろね、旧型客車のね、もうね、紹介をしてるんですかね、まあ、これはね、なんでこんなものがあるかっていうとね、これ、この列車の終点のね、高崎からね、これね、水上の方まで、これ、休日限定でね、これね、蒸気機関車がね、まあ、こう、旧型客車をね、つないでね、これね、SL 水上っていうね、観光列車がね、もう走ってるんですよ。まあ、多分ね、まあ、そういう関係でね、もうこういう、張り紙が、ね、あると思うんですけどね、一番最初に目につく張り紙がね、旧型客車の張り紙ってね、なかなかにすごいですよね。そしてこれ
れね、列車に、これ多分小玉かどっかに停車中なんですかね。ここでもね、これ列車同士のね、こう行き違いをね、もうするみたいなんですね。まあ、これね、八甲線のね、この駒川からね、高崎までの区間って、これ多分本数がね、まあ1時間に1本とか2時間に1本とかなんですよ。だからね、これね、行き違いをするなんてね、小川町だけだと思ってたんですけどね。まあ、これね、ここでもするんですね。おー、そしてこれね、もうどこその田舎のローカル線のこういう景色だって感じなんですかね。いや、こうなかなかにね、おいい景色ですよね。こうね、秘伝家のね、こう山の中っていうかね、こう田舎っていうかね、こういうところをね、この二両編成の軌道車がね、ブーンってなんか走っていくって、なかなかにいい景色だと思います。そして列車がね、こう今到着した駅はね、群馬藤岡駅。で、この駅はね、こう駅名にね、こう群馬ってついてるかもね、わかるかもしれませんがね、これね、群馬県藤岡市なんですね。そう、もうこれ、ね、群馬県にね、もうやってきちゃいましたよ。さっき私ね、八王子駅でね、これね、今から群馬に行きたいと思いますとかって言った時にね、これ、ね、お前、これ冗談だろとかってね、思われた方もね、いるかもしれませんがね、私本当にね、群馬県に来ちゃいましたがね、ちゃんとね、有言実行しましたよ。いや、本当に、ね、群馬県に来ちゃいましたよ、これ。これね、群馬県に行きますかって言ったら私ね、自分でもね、ちょっとね、驚いてますからね。言ってもね、放課後ですからね。いや、ほんとね、もう多分ね、今日東京都にね、住んでるね、高校生の中で、一番ね、やばいね、これ帰宅なんじゃないですか。これすごいなと思ったのがね、これこんなにね、地方路線なのにもかかわらずね、これね、自動放送がね、ついてるんですね。これちゃんとね、英語放送までね、完備ですからね。いやーすごい。ではね、もうこれね、今からね、ちょっと英語放送のね、真似をしたいと思います。The next station is 北富士岡。おー、そしてね、これ向こうに見えてきたのね、これね、上越新幹線の高架橋。いやー、これどこまでまっすぐでね、なかなか立派ですよね。上越新幹線というかね、これまだね、高崎ついてないんで、上越北陸新幹線か、まあね、高架橋があってね、これね、いいよ、OK、マックスとか通んないかなと思ったんですけどね。これね、さすがに通りませんでしたね。そしてこれ一緒に今ね、こう北富士岡、これ倉賀の間をね、走ってるんですかね。これふと見るとね、これね、上にはね、これね、架線があってね、そしてね、これね、横には線路があるね、これ伏線となっております。で、これなぜにもいきなりね、こんな高規格クロスになってんだってね、思われたかもしれませんがね、ここね、これね、JR 高崎線の線路で、ね、これね、北富士岡をちょっと出たところからね、この八甲線っていうのはね、これね、高崎線に合流するんですね。だからね、もう今はね、高崎線の線路を走っております。いや、でもこれ、こんななんかね、これ真上にね、架線がありますからね、ほんとね、お電気くれーって感じですよね。そして私はね、こう、倉賀野駅にね、到着いたしました。そしてね、私はね、もうこの倉賀野駅でね、こう、下車するんですね。そしてね、ここまで乗ってきたね、こう、キア110のね、もうね、倉賀野駅を発車していきます。おー、そしてこのね、ディーゼル音もね、いいですよね。いや、これ、機動車の醍醐味ですよ。いや、ほんといい音だ。そして、列車はね、終点高崎へと向けて、ね、発車していきました。そしてね、これ私がね、今降りたね、この倉賀野駅っていうのはね、この高崎の一つお隣のね、お駅なんですよ。だからこのお隣の駅はね、さっきのツイッターね、引き合い110の終点、高崎駅なんですかね。じゃあ私ね、なぜね、こんな中途半端なね、駅でね、降りたのかってことなんですかね。まあ、これはね、大前長者の条件の一つとして、ね、まあ、一度通ったところね、まあ、もう一度通ってはいけないっていうね、ルールがね、あるんですよ。で、このね、さっきね、あのままね、高崎まで行くとね、で、私、この後高崎線に乗ってね、東京方面にね、帰るんですかね。こうなった時にね、倉賀の高崎間で、まあ、同じところを二度通ってしまうことになるんですね。だからね、もう私はね、まあ、これね、このね、高崎の一つ手前、倉賀までね、降りたわけです。そして私が今から乗るのは、高崎線乗ってね、一気にね、東京方面に帰ります。そしてね、これね、私が乗るね、こう上の東京ライン直通のね、列車がね、やってきました。この列車に乗ってね、これね、東京方面に戻るんですよね。これね、私ね、もう倉賀に滞在していた時間ね、こう4分なんですよ。つまりはね、群馬県の滞在時間は4分。これ私ね、今回ね、群馬県に用事があったわけではないんでね、これね、群馬に着いてね、即ね、引き返すんですね。お前これ何しに来たんだって感じなんですかね。まあ、今回はこれあくまで電車に乗るのがね、まあ、目的なんでね、まあ、これはね、まあ、全然問題はありません。ではね、私はこの列車に乗って、ね、東京方面に引き返していきます。
そして、ね、列車ね、倉賀駅を発車。そして、ね、私はね、この列車に乗ってね、東京都、あれは北区かなのね、赤羽駅までね、まあ、向かいます。そして、ね、まあ、これ、ね、向こうもね、ちょうどね、まあ、E231系がね、やってきましたがね、まあ、この辺もまあね、まあ、これね、もう普通に東京都のね、都心の方でも見られるね、まあ、E231系とかね、E233系がね、活躍してるんですね。そして、ね、列車ね、これね、神奈川を渡ってね、これね、群馬県からね、埼玉県へと入ってきます。もうこれ、つかの間のこの群馬県の滞在でしたけどね、まあね、まあ、これね、帰国の途中にね、群馬県に行くってことに意味があったんでね、まあ、これね、群馬県の滞在時間がね、1ヶ月であろうがね、4分であろうがね、滞在したという事実に変わりはないんでね、まあ、これでね、問題はありません。それもさっきまではね、これね、2両編成の機動車でね、とことこ行ってたんですがね、これ今回はね、10両編成の高崎線でね、この伏線をね、思いっきり爆走していきます。いや、これなかなかにね、さっきとのギャップがありますよね。そしてあとはね、これ久々のね、モーターの音ですよね。このね、さっきまではね、これね、機動車に乗ってたんで、まあ、ずっとね、こうエンジンの音がしてたわけなんですがね、まあ、これね、まあ、この東海道線のE231 系はね、東海道線じゃない、これ高崎線の231系はね、これね、あれ、もちろん電車なんでね、モーターの音がします。もう私ずっとね、これ1時間半ぐらいエンジンの音聞かされ続けてたんで、ね、なんかモーターの音がね、なんか新鮮な気がしますよね。そして、ね、列車が今到着した駅はね、これ新幹線の駅もあるね、これ熊谷駅。で、これ熊谷駅はね、これ新幹線、それから高崎線の他にね、これ秩父鉄道線もやってきてるんですかね。これさっきの八甲線からね、熊谷に来るんだったらね、これね、寄り入れでね、秩父鉄道線に乗り換えたらね、これ一瞬で、ね、熊谷駅に着けたわけなんですかね。これ大前乗車はもちろんね、JR 以外の路線にはね、乗れないんでね、これぐるっとね、倉賀の方をね、迂回する必要があります。そして、列車ももう少しね、この大宮駅に着くんですかね。この辺は面白いですよ。これ、ね、今、これね、もう、鉄泊でね、これね、まあ、大宮鉄泊周りでね、まあ、いろいろ列車が止まってますからね。でも、これね、まあ、向こうにはね、E1KMAX。まあ、これね、まあ、E4KMAX がもう少しで引退しますかね。これ、ね、まあ、E1KMAX はね、もうすでに引退した車両なんですね。そして、ね、まあ、向こうにもね、いろいろな車両が止まっております。で、これ、ね、大宮にはね、もう鉄泊以外でもね、もう車両工場みたいなのがあるんでね、もう結構ね、もう普段はね、もう都心の方じゃ見られないね、列車が止まってたりするんですね。そして向こうには、あれね、209系の試作車じゃないですか。もうちなみにさっきね、ちょっと動画では撮れなかったんですけどね、高崎線乗ってる時にね、もう反対側はね、もう新潟地下の E129 系、通称ハムタマサンドがね、すごいもう爆走してったんですよ。で、これね、マジでと思ったんですかね。あれも多分ね、大宮の工場に行ってたらね、もう帰りなんでしょうね。どうせ動画撮りたかったんですかね。まあ、2両編成だったもんで、まあ、一瞬だったんで、動画撮れなかったんですかね。本当ね、そういうのもね、ありました。そしてもうそろそろ列車ね、もう大宮に着くんじゃないかな。多分ね、まあ、この辺上がったらね、まあ、多分もう大宮に、ね、到着すると思います。そして、ま、もうこれ向こうにもね、まあ、あれはなんだ今のあれは、ちょっと見えなかったんですかね。おお、そして、向こうに一般号いるじゃん。一般号系なんかもいてね。ほんとね、まあ、大宮の周りはね、もう大宮ね、もうすごい鉄道街として知られてるんでね、もうね、すごいね、鉄道マニアからしたらね、楽しい場所なんですね。いや、ほんとね、いろいろ言いますよ。そして、列車ね、大宮駅に到着。そして、列車の中、今、埼玉新都市に走ってたところなんですかね。もう向こうにいるね、鉄道マニアが結構人気の高いね、EX65 のね、国鉄職じゃないですか。まあ、これね、あれ、本名の方にはね、本当にね、面白い列車がいっぱいいてね、これ私ね、もう結構好きなんですよね。ただ残念なのがね、これ、ね、本名は私ね、あんま行く機会ないのがね、まあ、ちょっと残念なところなんですよね。もう完全にね、もう私事なんですかね。まあ、これね、本名とかもっと行きたいんですかね、なかなかね、まあ、行く機会ってないんですよね。そしてもうこれね、列車ね、荒川渡りね、まあ、いよいよね、東京へとね、入っていきます。いや、そしてもうこれ東京都に戻ってきましたよ。もう八王子に通ってる人がね、まあ、言うセリフではね、もうない気がするんですけどね、今回私はね、もうこれね、通学時間をね、もう現時点でね、これね、まあ、4時間ちょいぐらいかな。でね、これね、あれ東京からね、まあ、普通だったら普通に東京都内に走って、
走って帰ればいいだけなのに、おいき、あれ、学校が終わった後ね、お群馬県に飛んでってね、そしてまたこれ東京に戻っていくっていうね、もう意味不明なね、下校をね、してるわけですからね、ほんとね、これね、これ、ちょっとやばすぎて、なんかいろいろ言葉が出てこないんですかね、ほんとにこれとんでもないですよね。この私の学校だけじゃなくて、多分東京都の中でね、一番ね、まあ、違いなね、下校方法じゃないですか。そして列車ね、これ、赤羽駅に到着。いや、ここまですごい時間かかりましたよ。1時間半ぐらいかかったんじゃないかな。それで私、ここからね、埼京線に乗り換えるんですかね。これね、あれ、さっき向こうにね、埼京線のね、新宿方面に行く列車いたっぽいんだよな。まぁ、ちょっとこれ、今手振りひどいんですかね。まぁ、ちょっとね、急いでるんでご了承くださいって感じなんですかね。いたっぽいな、ちょっと。もうこれね、あんまりね、本コースで走るの良くないと思うんですけどね。まあこれ、まあ、ちょい早、走り地味なね、こう、早歩きぐらいな感じなんですかね。これね、いるかな？ああ、そして、いなさそう、いなさそうだけど、ああ、いなさそうだな。ああ、いないな。あ、こうして、思いっきり手ぶれした後に、ね、これ間に合ったらいいんですかね。もう間に合わないでね。まあ、ほんとすいませんって感じなんですかね。まあ、これね、まあ、行っても東京の列車なんて、まではすぐ来んでね。まあ、これ、次やってくるね、新宿方面の列車に乗りたいと思います。そして、奥の方からね、これ列車がやってきました。やってきたのはね、これ臨海線直通のね、新木場駅。あれはね、これ臨海、あ、これはね、これ臨海線のね、7万型ですね。まあ、ではね、この列車に乗ってね、新宿駅までね、向かいたいと思います。そして列車ね、この赤羽駅を発車。そしてね、まあ、私はね、この列車に乗って、ね、新宿までね、乗っていきます。もうこれ新宿までね、まあ、そんなめちゃめちゃね、まあ、時間かかりませんからね。まあ、これ、随分と戻ってきたなと、そんな感じ。そしてこれ列車ね、今ね、これ池袋を発車したところなんですかね。これ見てくださいよ、これ。こっちの今ね、住宅街っていうか、住宅みたいなのが広がってますかね。これ街ですよ、街。まあ、これね、ほんとね、まあ、これね、八王子今ね、結構大きい街ですかね。まあ、そこからね、まあ、これ一気にね、まあ、山の方というかね、田舎の方までね、突っ込んでって、そしてね、また戻ってきましたからね。おお、そしてね、山手線ですよ、山手線。これ、都会の象徴ですからね。いや、ほんとね、すごいね、東京に戻ってきたなぁとね、そんな感じがします。そして列車、新宿駅に到着。そして、これ私がね、京王沿線に住んでるんでね、まあ、ここでね、もう大回りは終了してね、京王線に乗って、ね、帰ってもいいんですがね、今回私ね、310円のね、大回りなんでね、まあ、ここから先ね、中央線、それからね、南武線に乗ってね、これね、向井川駅までね、向かいます。そしてこれ私中央線の方もやってきたんですけど、ね、もう列車がいるじゃないか。これね、青梅線直通のね、快速青梅駅。まあ、ではね、まあ、この列車にね、乗りたいと思います。まあ、これまた手振りひどくなっちゃってますかね。ではね、そして、今回はね、無事乗車できました。ではね、この列車に乗って、立川駅まで向かいたいと思います。そして、ね、列車ね、これね、新宿駅を発車。まあ、これいよいよね、まあ、この旅、この旅っていうか、この下校もね、終盤ですからね。まあ、これね、あとはね、この列車で立川に行って、ね、そこから南武線に乗り換えね、部外河原に行ったらね、まあ、おしまいですからね。まあ、厳密に言えばそこから家に帰らなきゃいけないんですかね。まあ、まあ、この動画はね、まあ、そこでおしまいですからね。まあ、ではね、まあ、ラストスパートですかね。まあ、私ね、この列車に乗っていきたいと思います。そして列車に立川に到着。てか、これ快速でね、立川に来たんでね、もうめちゃめちゃ時間かかりましたよ。まあ、これが最速ルートだったんで、まあ、いいんですがね、これね、結構時間がね、かかりました。まあ、ではね、まあ、今からね、南武線にね、乗り換えていきたいと思います。そして、まあ、これ今から乗るのはね、この南武線。まあ、これね、まあ、本日 JR のね、この最後の列車です。まあ、ではね、この列車に乗ってね、ラストスパートを、向井川駅まで、ね、向かっていきたいと思います。そして、列車ね、立川駅を発車。そこは、私は乗ったのは各駅停車なんで、まあ、その途中ね、まあ、停車駅がいくつかあるんですがね、まあ、それでもね、向井川までね、十数分のね、もう旅となります。まあ、旅というか、多分下校なんですかね。いや、でも本当すごいですよね。もうね、八王子から立川までだったらね、中央線に乗ってね、十数分乗ればね、もう着いちゃうのに、ね、こんなね、何時間もかけてね、群馬県をぐるっと回ってね、来たわけですから。そして列車で、ね、西風駅を発車。そしてこの西風駅のお隣がね、向井川駅。いやー、ついにここまでやってきましたよ。いや、ほんとね、今回長かった。これ今、現地でね、多分ね、まあ、下校にね、まあ、5時間半ぐらいかかってますからね。まあ、これね、ほんとね、まあ、えげつない時間ですがね、まあ、いよいよね、まあ、その下校もね、まあ、終わりを告げます。
そして、ね、いよいよですよ。列車ね、宇和川駅に到着。もうこれね、ただ下校が終わっただけなのに感動的だ。ほんとね、もうこれね、もうこれでね、まあようやくね、まあ、もう完全に終わったわけじゃないですかね。まあ終わったわけじゃないですかね。もう長かった JR の下校の旅もね、まあ、終わりましたからね。いや、ほんと長かった。いや、そしてこれついね、もう宇和川駅に到着しましたよ。いや、ほんとね、八王子からまっすぐ行けばね、これね、JR を使ってもね、これね、まあ多分2、30分あれば着くと思うんですがね、まあこれね、ほんと5時間半とかかけてね、やって、群馬をもうぐるーっと回ってね、やってきましたからね。いや、ほんとね、ほんと多かったですからね、なかなかね、もう楽しかったですよ。まあでもね、もう今日ね、朝ね、もうテレビを見てた時にね、あれ、女優のね、橋本環奈さんっているじゃないですか。あの人がね、高校生の時にね、東京で仕事した後にね、福岡のね、その自分の通ってるその学校にね、通学するとかっていうね、やってた、言ってたんですかね。ほんとね、すごいね、もう上にはね、上がいるんだなーって、そんな感じがしました。もう私みたいな凡人とね、比べるのはね、おかしいと思うしね、まあ、向こうはちゃん、おふざけじゃなくて、まあ、ちゃんと仕事でやってんでね、まあ、その仕方がないんですかね。まあ、私も、まあ、もしかしたら今後ね、ほんとにね、おふざけてたじゃなくて、あれ、なんか用事があってね、めちゃめちゃ長距離の、通学する可能性、まあ、0.001% くらいはね、まあ、あるかもしれませんがね。まあ、あれ、まあ、そういうなった時はね、まあ、ぜひね、動画にしてみたいですね。まあ、最後にこんなふざけたことちょっとね、ぶっ込んでみたいもしたんですがね。まあ、これね、ほんとに、まあ、今回のね、この群馬周りの帰宅もね、これね、なかなかね、大変だしね、頭おかしいんでね、皆さんにお勧めはできませんがね、まあね、ぜひね、楽しんでいただけたらなってね、思います。まあ、ではね、まあ、この動画はね、ここまでしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。では、ね、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。